もつ鍋は牛または豚のもつを主材料とする鍋料理である。ホルモン鍋とも呼ばれる。福岡、博多においては第二次世界大戦後にもつ肉とニラをアルミ鍋で醤油味に炊いたものがあるうつとなっており、1960年代にはごま油で唐辛子を炒めてもつを入れてから味付け用調味料とネギ類を入れ、すき焼き風に食べられていた。 ホルモン鍋とも呼ばれる。近年のスタイルは、カツオや昆布などで取った出汁に醤油や味噌で味付けし、その中に下処理した、もつと、大量のニラキャベツともつの臭みを消すためのニンニクのほか、好みで唐辛子を入れ、これを火にかけて煮込んで食べる。もつと野菜を食べた後には、残った汁にうどんを入れるのが定番だったが、1990年前後から、ちゃんぽんの麺を入れて、 締めとする場合も多くなった。牛のもつにこだわる店や、水炊き風に酢醤油をつけて食べる方法を推奨する店などもある。また、店内で提供される際には、一般的な鍋料理に用いられると鍋はあまり使われず、両側に取っ手のついた浅いステンレス鍋を使うことが多く、見られるのも特徴の一つである。1992年、東京に博多風もつ、 鍋店がオープンすると、安く、ボリュームがあって、酒によく合うなどもあり、バブル崩壊後の風潮とも言うはして、東京を中心に広く知れ渡るようになり、持つ鍋が、同年の新語、流行語大賞同賞を受賞するほどのブームとなった。しかし、その後は、BSE 問題が起こったことや、一過性の流行であったこともあり、 以前からもつ煮が存在している東京など大都市圏の一般家庭では絶対的な定着を見せるには至らなかった。福岡では郷土料理ともされており BSE 問題の余波は受けつつも根強い人気があることから老舗が多く一般の居酒屋でも博多ラーメンに次ぐ人気メニューとなっている。また、滝井修行がまとめた調査結果の好きな鍋料理アンケートでは8位であったが 通信販売の口コミポータルサイト、お取り寄せ、ネットで最も人気が高かったのがもつ鍋であり、依然として全国区では一定の認知度があることを伺わせている。山口県下関市では、トンチャン鍋と呼ばれる、博多のもつ鍋とは全く異なった種類のホルモン鍋が存在する。平たいステンレス製の鍋に甘辛い味噌ベースのタレに漬け込んだ牛のホルモンを、キャベツ、 もやし、ネギと一緒に山のように盛り付け、そのまま火にかけて蒸し煮にしたもので、出汁は一切使わず、野菜の水分のみで煮るのが特徴。トンちゃんはもともと韓国語で豚の象徴のことだが、現在は牛の腸が多く用いられるという。炭鉱で栄えた田川では、その昔、一人の炭鉱夫が鍋の代わりに紙製のセメント袋を七輪に乗せ、 ホルモンを焼いて食べてみたところ、セメント袋の紙が余分な水分を吸うことで、肉を柔らかくまろやかな味わいとなって美味であったことから、これが広まり、田川ではホルモンが多く食べられるようになったという。中央部がくぼんだ鉄板に、ニンニクダレの下味をつけたホルモンとキャベツなどの野菜を入れて煮込んだもので、田川市、田川郡の複数の韓国料理店で提供されている。ありがとうございます。